はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイです。サントリーの国搾りの贅沢カシスオレンジです。アルコール度数が 5% で、果汁が 15%、カシスリキュール仕立て。カシスリキュールを使用し、ブラッドオレンジ果汁で贅沢に仕上げました。原材料が、オレンジとブラッドオレンジとスピリッツとカシスリキュールと糖類と酸味料と香料と、野菜色素と炭酸ガスとなっております。まあ、カシスオレンジは俺も大好きなんですけど、まあ最近飲んでないな。カシスリキュールと、まあ、オレンジジュース。もともとオレンジジュースが大好きなんですけど、まあ、カシスリキュールもね、まあ、美味しいんですけどね。あんま買ってないですね。カシスリキュール。めっちゃ甘いやつね。カンピー。うわ、甘い。甘い。まあ、もともとカシスオレンジって、カシスリキュールがめっちゃ甘いんですよね。で、オレンジジュースも結構甘いじゃないですか。うん。まあ、大体こんな感じになるな。やっぱどっちもね、甘いんで、合わせると甘くなるんですよ。どうしても。普通にカクテルで作ったとしても、どうしても甘くなるんです。まあそこが美味しかったりするんだけどね。まあ、カシスリキュールとあとグレープフルーツ果汁、100% のグレープフルーツジュースでも美味しいです。うん。カシスオレンジよかは、グレープフルーツを使ってるんで甘くないんですよね。うん、そこまで。うん。これちょっとこれ甘いな、これな。まあ仕方ないんだろうけどな。これ甘い。うん。うん、まあでも美味しい。うん、美味しいですね、これは。うん、まあ、カシスリキュールではカシスオレンジのちょっと炭酸バージョンみたいな。微炭酸のカシスオレンジって感じかな。うん。うん、これ美味しい。カシスオレンジと。うん。ああ。最近カシスオレンジ飲んでないけど、あれだな。カシスオレンジは本当に美味しいですね。マジで。うん。ただアルコール度数が低いんですよ。普通に使っても。普通にカクテルで作ってもね、アルコール度数が非常に低くなっちゃうんですよね。まあ、カシスリキュール自体がアルコール度数15度ぐらいなんですけど、15度のやつをこれぐらい入れて、で、あと、オレンジジュースでフルアップするでしょ？どう考えても、アルコール度数が少ないんですよね。仕方ないんだけどね。うん。カシスオレンジ。
カシスオレンジの、クレームドカシスという、まあ、カシスリキュール。これを 30ml もしくは 45ml 入れてオレンジジュースで満たすと。これがまあうまいですよね。これも美味しい。ただ、まあオレンジジュースって、めちゃくちゃ果糖が高いんで、多いんで、まあ最近ほら、何でもかんでも糖質の、ね、糖質がなんか悪いだとか、糖類が良くないとか言ってるけど、まあ、そういう面からするとあんまよろしくないっていうね。甘すぎて。カシスオレンジも美味しいんだけど、カシスグレープフルーツ。これなんて言うんだろうな。もうかなり美味しいですね。うん。かなり美味しいです。あと俺が好きなのが、ファジーネーブっていう、ピーチリキュールと、オレンジジュースを割ったやつですね。あれもものすごい甘いんですけど、まあ美味しいですね。うん、大好きです。ファジーネーブは本当に美味しい。まあ特に、あれですよね。飲むとしたら、まあでも常夏でもうまいか。冬でもまあ美味しいんだけど、大体カクテルって氷使うじゃないですか。だから、冬に飲むとやっぱ氷なんですげえ冷たいんで、うーんってなるよね。やっぱ常夏のハワイとかで、ワイハーとかで、飲むのがベストなんじゃないですかね。うん。これ美味しい。久々にコク絞りうまいので出したね。これ期間限定だな、これ。あれ？期間限定とか書いてないな。まあいいか。まあ女性にも大人気な、カシスオレンジ。美味しいね。やっぱりね。まあ大体オレンジジュースの、まあ、いわゆるポンジュースとか大好きなんですけど、オレンジジュースで一番前のポンジュースだと思うんですけど、うん。あれがすごい、酸味があって甘みもあって、美味しい。ただし高い。美味しいな。あ、カシスウーロンとかも美味しい。ちょうどいいね。カシスリキュールにウーロン使うとすごい美味しいですね。ちょうどいい。甘さのバランスがちょうどいいね。カシスウーロン。まあでもこれは美味しいんじゃないですかね。なんかカクテルパートナーとかのカシスオレンジはアルコール度数 3% しか入ってないんでダメですね、これ。もはやジュースですね。これはちゃんと 5% 入ってるんで、だいぶ美味しいです。
まあ、強いて言うならば、やっぱり、カシスオレンジってやっぱ炭酸じゃダメなんですよ。やっぱり。カシスオレンジってそもそも炭酸じゃないからね。これちゃん、微炭酸なんですよ。これが気に食わないですね。微炭酸の方が気に食わないんですよね。カシスオレンジってもともと炭酸入ってないのにさ、カシスオレンジって、ね、カクテルに、そこに炭酸で割ってるわけだ。この口にまとわりつく、あの、シュワシュワ感が、あんまり、よろしくないですね。やっぱカシスオレンジャーのね、炭酸なしでしょ、普通。このコクがすごい。甘みも強い。香りもまあ強い。4444です。ご視聴ありがとうございました。